日々思うことを語る今日の一言5月3日の一門の舞踊会試行会に向けての稽古いよいよ終盤となりました今日は本番に向けて最後の稽古という演目がいくつかあって中でもつい先日まで歌舞伎座で伝獅子を踊られてた家元のご子息尾上左近さんの「ともやっ子の 稽古も今日が最終となりました。いやーひと月レンジ子をあれだけなさっているとやっぱりものすごく変わられるいろいろな意味で踊りだけではなくもう本当に体つきから目の光まで全く変わられてきたそんなことを思いながら今日もその智っ子のお稽古をいたしました。 最後の仕上げとしてその方がどうやって踊ったら一番素晴らしく一番力を発揮できるのかそしてそれを見るお客様方にどうしたらこの踊りの素晴らしさ面白さが伝わるのかなそんなことを改めて考えながら稽古をしていました。明日、明後日あと2日間、終盤の稽古が、 続きますではまた